そこで、まあ、選挙、まあ、政治は特に地方行政、まあ、宮城の、まあ、県知事さん、市派遣議会とか、仙台市議会とか、地域の政治をやったり、あと当然、その事件とか、事故とか、裁判とか、まあ、あの私が宮城にいた時も結構大きな地震もあったりとか、NHK は地域にいると、あのまあ、長野県もそうですけど、長野県内版の放送をしなきゃいけないので、まあ、何でも身の回りに起こったことは何でもやるというようなことを8年間やっておりました。でその前はですね、大学、中学、高校は、まあ、一番一生懸命やったのは野球なんですけど、あの野球は10年ぐらい、そうですね、記者は8年、政治活動はまだ3年目なんで野球が一番長いんですけど、野球で一つ私がこう自分しかない、自分しかない特徴だなと思っているのは、ずっと弱いチームにおりまして、特に大学にいたチームは10回やって1回勝てるかっていう、チームでして、まあ、そういうところで少し、精神力といいますか、その強きをくじき弱きを助けたみたいな、ちょっと変な変な熱いところを、身につけたかなと思っております。で私があの長野県に、で今活動しているのは、あの両親の実家が佐久の、旧伊須田町を合併しちゃったから佐久市なんですけど、そこがあの両親の実家でして、父親が末子で東京で仕事をしてたんで、私は埼玉とか東京にずっと就職するまで行ったんですけど、でその政治をやるときに、あのまあ、一番はもともと政治そのものに関心はあって、で実はあの私のおじと祖父が、国会議員をやったことがあったんですね。でおじが、15年ぐらい前に、まあ、落選をいたしまして、でそれをちょっと遠目に見てて、あこれ大変な世界なんだなっていう、その、まあ、親戚が政治家だったのに身近だったものがちょっとこれ厳しい世界だったっていうのを、ありがとうございます。ですからその政治への関心をその取材を通してその、政治にいろいろ問題提起をしていきたい、世の中を動かしていきたいっていうのがあって、まあ、政治の取材で一番一生懸命やってそうな NHK になんとか入れてもらえたんですけど、ただそのまあ、マスコミに入ってやっていくうちに、マスコミの仕事自体の面からまずお話しすると、どうしてもそのものをこう批判している、もう一つのことが終わって次のことになったらそっちにワープいっちゃう、ちょっとそのまあ責任って言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、そういったタイプの仕事をこうずっと続けていて、まあ、いいものかっていうところがまあ最初に引っかかるところがありまして、でまあ、政治家を目指すとなると何年かかるかもわからない、で自分のやりたいことが実現できるのかって言ってもわからないんですけど、例えばその自分が力を入れてやっていきたい教育の話とか、そういった一つのテーマを、まあ、自分が、追求している以上はやれるんじゃないかなと思って、それで、やるなら若い方がいいと思って、若いうちだったら何回でも当選が効くっていう思いもあって、32歳の時、3年前の選抜に会社を辞めまして、でその後ちょっと、まあ、私も若い時にやるぞって決めて辞めちゃったんで、いろいろ所属する成功とかはつながらなかったんですけど、半年後にあのチャンスをいただいて、あの長野県の参議院の知事選挙だったんですけど、で私はその政治国政をやりたいって関わりたいと思った時に、その、まあ、仙台にいた経験もありますし、あと、まあ、両親の実家はこっちで長野にしょっちゅう、まあ、軽井沢かなり何度も来ていたんですけど、あの今本当にいろんな人がこれからは地域が主役で地方を頑張っていかなきゃいけないっていうことを、まあ、それは多くの人が見つけて、まあ、なんとなく皆さんもねそうだろうなっていうのは思われてると思うんですけど、でそれをまあ、自分が政治に関わるところからまず、その、
地域が中心の社会を作って地域がこう元気になっていくんだったら自分が関わるところをまずやっていきたいということで、その時に長野でやりたいっていう気持ちがあって、長野で政治をやらせてくれるところを正直探して政党にちょっといろいろアプローチしてた時期があって、それで、まあ、今チャンスをいただいた政党になるんですけど、ですから、年若いんで、東京とか横浜とかで、こういろんな駅でずっとこうやってっていうようなことを、いろんな党の方にも言われたんですけど、ちょっとそういうのは、自分はやりたくないっていう話をして、今、こうやって活動をして、そうですね、政治に飛び込んだその一番のきっかけっていうのは、まあ、やっぱり NHK に行った時のことが大きいんですけど、まあ、ちょっとご存知かどうかわからないんですけど、私そのタクシーの取材をずっと3年4年やってまして、当時その規制緩和っていうのがこういうのによって、タクシーの、まあ、自由にやってくださいっていうので台数がバーッと増えたんですね。でお客さんはそんなに変わらないんで、運転手さんの取り扱いがこれ以上ずっと少なくなっちゃって、で運転手さんは歩合制なんで、そのタクシーの運転手が家族を養える仕事からちょっとバイトみたいな仕事で、その質が起こっちゃったってなって、で、まあ、台数が増えると業者もきついんで、結局タクシー業界っていうのはかなり強い組織でして、規制を緩和したのをひっくり返してもう一回台数を増やしちゃいけないとか、まあ、簡単に値下げしちゃいけないとか、そういう話を持ってったんですけど、その時にその、まあ、本当はもっと自由に一社一社がうちはそのエコカー使ってますとか、うちは安いですとか長距離は安いですとか、そういうことをやっていくのがその本来の、まあ、タクシー業界で言えばあるべき形だろうと思ったんですけど、その規制を緩和した時に単位台数を増やしたのも、まあ、業界 の, その台数を増やすことしかちょっと会社の経営者の皆さんが思い浮かばなかった、逆にまた規制を強くする時も自分たちのことしか考えていないとか、もう少しそのタクシーの取材を通じて、まあいろんなことをもっとその個人とか小さい会社とかが、まあ、自由になれる、そういう社会を目指していかないと、みんなで同じことをやっていてももうダメなんじゃないかなっていう、そのすごく抽象的なんですけど、その根っこの方向性みたいなものを芽えまして、だから今は教育の問題、今いろいろ今度例えば選挙ですと原発とか消費税とか TPP とかいろいろ出てくると思うんですけど、私自身市が若いんで教育の問題っていうのが、まあ、時間がかかってでもすぐにやっていかなきゃいけないもんで、で、まあ、それは若い自分が今からやっていけばっていう思いがあって、その教育もそのやっぱり進学をすればいい、就職すればいい、進学就職がゴールになっちゃって、そこで何をやるのか、就職して何をやるのかっていうところまで今行ってない。だからその就職した人が3年で3割、3年で5割になっちゃって、その本来は教育っていうのは僕は生きる、その大人になって自立する力を身につけるために、義務教育は社会全体が与えるものとか、そういう考えがあるんですけど、ちょっとそこは崩壊してるなっていう、まあ、教育っていうのは本当にそのこの国全体の本質でもあると思ってますので、それを一つやっていきたいなと思ってるんですが、まあ若いんで行動力とか、まあ 体力はあるんですけど、やっぱ一番感じてるのは今政治家は若い人がみんな言って、若い人にやってほしいって
じになりますよね。だけど私が言うのも変なんですけど、若けりゃ生きてもんじゃないなっていうのはものすごく今感じてまして、どうしてもやっぱり30何歳と50何歳と厚みが全然違いますね。まあ、そういったところはその先輩で年上の人たちの話もどんどん吸収してもらうと、やっぱりそのいろんな人に応援してもらって仕事をできる、税金でお給料もらって仕事できる立場になるためには、まだまだ本当にやっていかないといけないことは本当に多いなと思ってますので、ちょっと今日はいろいろ私も本当に勉強させていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。どうしようか。じゃあどうですか。なかなか対面で皆さん話しづらそうですか。今の話の中で僕、はい、まあ、ね、今日聞こうと思ったところで、はい、なんでみんなの党なのかっていうのは、今の話ではちょっと今話しそうなんですね。だから、まあ、ちょっと今私の党、みんなの党の話が出たんで、もっとざっくばらんにお話しますと、そのいろんな最初その政党が半年ぐらいで決まらなかったんですよ。その時にいろんな政党のところに、まあ、具体的にはまあ僕の中では言っちゃいますけど、自民党と民主党と立ち上がり日本とか、まあ、そういうところにちょっと、まあ、自分の知り得るつてをいろいろ使って人に会ってたんですけど、なんだろう、まああんまり真剣にというかチャンスをお前やってみろって言ってくれるところが少なくて、あ、君は若くていいねみたいな、君は楽しみだよみたいな、ちょっとそれでちょっと、あ、これは長期戦で構えようかなって思ってた時に、みんなの党が唯一その長野でやってほしいって最初に言ってきてくれたで、まあ私もみんなの党でどうやって勝つんだっていう思いは最初あったんですけど、自分言われて自分がやりたいと思ってたところでやらせてくれるっていうのもあって、あと、まあ、一番僕はみんなの党がいいんだと思うのは、そのやっぱり国会議員とか官僚とかが、そのさっきちょっと言ったその、ね、年金で仕事をしていくものっていうことなんですけど、やっぱりその自分たちに厳しくっていうか、まあそこは国の内政の面で言ったらこんなもんなんですけど、ただやっぱりその心意気っていうのは僕は大事かなと思って、それでまあみんなの党そういうところもあるので、非常にその最初参加させていただくには、まあ、これからの政党だなと思ってましたし、小さい党でやるっていうのはすごい大変なんですけど、ただまあそれは結果として今2年半近くやってるんですけど、まあ、力にもなってますし、その時に、うん、そういう苦労もするだろうなと思ったんですけど、まあ、そういう形で全部入ってきますね。まあ、ある意味はい、ということであれば相当ね、そうです、僕横浜から8年前に来た時には県知事田中康夫、はい、で、あえてここに皆さんいらっしゃるわけで、地雷を踏むつもりで来ていますけど、田中康夫の党も一応行ってみたんです。あれは行かなかった。私は行ってないんです、ね、結局私が記者の時に取材した人とかの人脈をたどるんで、どうしてもやっぱり自民党の名称は人が多いんですね、そっちになっちゃう。だからみんなの党は長野で政治をやりたいっていろんな人に言ってたら、今もう評論家の田中修正さん、はい、長野でやるんだったらあいつの話を聞いとけって結構いろんな方が言って、そうな、あの方結構気難しい方なんですね。ちょっとアポがなかなか取れないんですけど、月に2月に行ってちょっと講演会みたいなのをやってたんで、そこに、あ、そこ開けますよ。あ、すみません、あ、どうもありがとうございます。ここに参加をさせていただいたら、なんかその田中修正さんが、まあ、ちょっとみんなのちょっとアドバイスを聞いてやったんで、そういうつながりを出てきたと、田中康夫さんはちょっとすごいし、もう少し2年前の時に
2年前はあのみんなの塔入りましたみたいな感じで、長野に来ましたみたいな。長野に来てからやるまでにちょっとね時間があれば田中康夫に会ってみるという話もあったりして、別にあの下世話な好奇心なんで、鈴木さんの表情が暗くなってて、鈴木さんが出して時代を踏んだかなと思って、時代を踏んでないですよかったよ。いやなんか僕上田の知り合いは熱狂的な野草ファンだったんです。応援会長なんですけど、多分鈴木さん思いやったと思うんですけど、もう建設会社の本店の社長、まあ、あのそれはちょっと大きいです。それで見ながらそうです、ね、あとさっき野球部の話出てましたけど、全然またここにいらっしゃるから関係なくて、こういうネタ振りでしかないんですけど、児玉君と同じなんです。同じ時代にいたんです。あのそうですね、あの、上田出身で大学の野球部で僕と同学年だった児玉君っていう彼を上田に見えるんですけど、まあ、野球の話ですると彼は4番、僕は絶対だみたいな、まあ、彼がいなければちょっと僕にはちょっとチャンスがあったんですけど、で、でもそれはあの彼は上田出身で、私の大学の野球部の私の学年20人ぐらいいたんですけど、長野出身彼だけだったんですよ。長野県出身だから、なんか最初から長野かなみたいな、こういう父ちゃんとばあちゃん娘なんだみたいな話で、ちょっとあの最初からなと思って、で今彼はその上田の農産物と東進の農産物をあのいかにこう売っていくかみたいな、ちょっとその彼も長野県の愛着が並々ならぬものがあるので、ですからそうですね、その仕事辞めてからあのちょっとちょこちょこ連絡取り合ったり、でまあ彼の活動で手伝えることができたりとかっていう、ね、そういうことはずっとやってますね。じゃあ、井出さんがやりたいことがあって、育成を目指すというところもあると思うんですけども、一方、その選挙区の人からすれば、もちろん政治家を選ぶっていうことは、できる限り自分たちの環境が改善されること、そこが誰だったら改善してくれるのかというところが多分選ぶ基準になっていると思うんですけど、それに関してだから今の選挙区とか、まあ、県政じゃないですけど、そこに対してどう捉えていて、それをどう、まあ、国政で反映しなければいけないとか、はい、そういう考えとかどう思います。そうですね、昔の、彼が道路だ、新幹線だ、その社会のインフラを整えた時みたいに、その何かその目に見えるものを引っ張ってくるようなことっていうのは、なんかその、まあ、だんだんその望まない人も今出てきているなっていうのをまず一つに思ってまして、で私今日ちょっと皆さんに聞きたかったのは、あの議員定数を削減しろっていうことがありますので、でおそらくまあ衆議院さんに722人も多すぎるだろうっていう、それは皆さんその通りだって言うんですけど、ただその地域の声を国に届けるっていう役割を国会議員がものすごく追っていくとしたら、やっぱりその国会議員はいっぱいいた方がいいんじゃないかって、軽井沢から一人、佐久から一人、上田はちょっと9兆単位で一人ずつみたいな、だからそこはちょっと今日は皆さんのお考えを聞きたいなと思ってたんですけど、あのそうですね、あのでこの東進地区で千曲、坂、川上、南坂まで入りますので、そのなんだろうな、同じ課題はやっぱりないですよね。だから本当にそこそこに自分がその顔突っ込んでそこ行って、で解決できるものを解決していくしかないなっていう
ことは今ずっと感じてますし、それはその政治家になったらできることがきっと広がるのかもしれないんですけど、でも今でもその今僕はいろんな人に会ってるんで、その人と人をつなげることはできないんですよ。そういう意味ではやっぱり今でもなんとなくちょっとやれてることはあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、自分が今やれることはいろいろものを発信したり、そのおかげさまでなんか人脈ができてるので、その人と人を、あそこにああいう人がいるから人をちょっとその年代きっと役に立つことによって力になってくれると思いますみたいなことはいくつかやってきてるので、ただその全体的にまあ、その少子高齢化とかそういう、ね、全体的な課題はあるんですけど、やっぱり一つ一つの町地域を見ると、長野県だからこれっていう、まあ、その課題を単一化するのはすごい難しいなと思います。じゃあのなかなか話してらっしゃるので多数決じゃないんですけど、今議員定数の話値段が出たじゃないですか。で減らした方がいいなっていう方は提案みたいな、思うことは親がただのことじゃないですか。で減らさなくていいなと思う人、なるほど。あ、僕自身は結構僕もね、減らした方がお金がなくなっていいな、あお金は圧縮できていいなと思いつつも、うん、ただその減らすレベルは今言っている例えば数ってどうかなと思ったりするんですよ、ね、そう、まあ人数がどれが適正なのかっていうのはすごく難しいですよね。あのでやっぱりその国に地方の声を届けて国に問題を解決してもらうんだったら、あのたくさんいた方がいいんじゃないかと思うんですけど、そうじゃなくてまあ、地域のことは地域でやるようにその税金の配分の仕方も変えますと、地方に最初からお金あげますと、地域のことは地域でやれるようにしますという環境があるんだったら、その地方議員さんをにこうを細かくとかっていうようなことは考えます。それは地方主権といいますか、まあ、一般的にはそういうのが実現した場合にはそうなるということですよね。ただ現状すぐにはそうはなってないというところがあるので、今はですね、僕も本当にあの乱暴な切り方をすると、まあその市町村の議員さんがやっぱり一番細かく、まあそのフットワークにやりますけど、それが県会議員、それで国会議員みたいな、その議員さんもなんかその序列ができちゃってるんですよ。が、ね、本当は例えば地方議員さんと国会議員というのは役割が違うんだけど、うん、立場っていうのが対等じゃなきゃいけないと思うんですけど、系列の方がいいですね。そうそうそう、ただそれがなんか変な出世を感覚なのか、ちょっとまあそういうのももちろんあるかもしれませんし、まあ、あと選挙のところですね。選挙の時にやっぱり国会議員は地方議員さん その細かいところでお世話になってこない人っていう仕組みがあるからだと思うんですけど、だけどその最初にちょっとお話ししたように、その地域が地域に地域のことを地域で決められるように最初から税金を配分しますとかってやった時に、その何つかいかな、やっぱり地方議員さんの役割っていうのはものすごく大きくなるんじゃないかなと思って、今少しずつあの市町村長とかの存在感が大きくなってますよね、うん、まあ、かなり権限があるんで、うん、だけどもっとその地方議員さんの、この間千曲市に行ったらちょうど選挙が終わった後だったんですけど、まあなんかあんまり仕事をしないとか、その喫茶店のおばちゃんのやつ地元の区長さんの方が仕事をするから、区長さんをそのまま家にしようみたいな、今じゃみんなやってもらうみたいなことは言ってましたけど、そうですね、役割
だけど、その今どっかの人が言ってるように、国は、ね、大阪の人が言ってるように、外交安全保障、そういうのだけをやればいい、国会議員は240人、そうしたらその国政選挙に関心が出るのかなってところに、ちょっと僕は率直になんか、ね、自分たちの生活、まあ、その外交とか大事ですけど、目の前の、ね、地域の苦情とかを、さっき、あ、すいません、お名前を、あ、すいません、小諸市の丸山と申します。今日初めて、多分丸山さんがおっしゃられて、僕も同じ意見なんですけど、そのもっと地方分権ができて、その例えばアメリカのね、同州制が州みたいに、もう州で一つの、まあ、はい、トップダウンができる、はい、で、その州を高めるだけで外交とか政策をやるってレベルの時は、いい気がするんだけど、今って結局、税金もお上から、なんだろう、江戸時代さんだから、渡ってるわけで、なんで、そういう中では、僕もその一概にコスト確保するためにいいのかどうかっていうのは、難しい、一票の格差の問題があって、必ずやらなきゃいけないのは、今は現実そうだからみんなやるんですけど、そこは本当にそういう気がしますよね。なんか、鈴木さんの意見とかね、僕、すごいもっと乱暴なこと考えて、中国とか北朝鮮みたいに、県知事の代表が国会議員。要するに国会議員っていうのがいるんじゃなくて、全ての、代表、要するに今の、国会議員がいなくて地方議員が、なんかヒエラルキー的に低いんじゃなくて、全人代日本みたいなのがあって47都道府県の県知事が全部集まって、大統領が投票すると。で、県知事は県会議員が全部集まって投票する。うん、で、県会議員は市会議員が集まって、で、市会議員は僕らが決めるっていうと、うん、ものすごくそこは、まあ、ちょっと階層が深すぎるかもしれないですけど、でもそこにものすごくこう民意が反映していくっていうか、アメリカの選挙に近くなっていくのかなって気がするんですよ。だから、まあ、ちょっと怖いからあれだけど、一党独裁になったらすごい怖いですけど、でもなんとなく結局今県知事が大阪でいろいろ行ったり東京でいろいろ行ったりしても、まあ、結局関係ないです、国政には。やっぱり尖閣諸島は国が買いますと、ワンバグで。だから、それは多分そういう代表性がもし、ちょっと乱暴だけど、できたら、それでいったら衆議院とかは47人で。そう、それは東国原さんか、はい、大阪の会、維新の会が言ってる、その参議院に代わってね、その知事が、その、知事がそこに含まれるという考え方にちょっと近いですよね。そうです。それはみんなのとでもそう歌ってますよね。みんなのとでも、確か、もう、県知事が、地方の代表をすごい減らして、参議院は将来的になくしてみたいなことは言ってるんですけど、で、私も最初、多すぎるっていう、単純な思いが。ただ、で、今の選挙制度が例えば小選挙区で落ちてもなんか比例で復活しちゃったりとか、そういう制度があるならやっぱり減らした方がいいって思ってたんですけど、じゃあ適正な数は何なんだってものすごい僕が悩んじゃって、でそれを今国会で今決めてるんですよ、ね、国会で選挙制度なんとか改革委員会とか、まあ、大学の先生とか地方選挙派とか比例代表派とかいろいろいるんですけど、でも結局最後は国会議員って言って、どの先生の自分の持論をとうとうと述べた後に最後はあなた方が決めることなんで、ちゃんとやってくださいみたいな。で結局そこで、まあ、自分の利害関係絡んでやってるから、とにかくそこやっぱり当選をやっぱり重ねてくれば重ねてくるほど今のものを変えていくっていうのは、難しくなってくるじゃないですか。だから、私選挙制度に関しては単純に定数を削減するんじゃなくて、
まあ、一票の格差との話の絡みもあるんですけれども、単純に得票のみで当選をするとか、例えば1000万人に対してのワンブロックで選挙区を作って、100万票取ったら当選、それ以下だったら当選はできない、そうすると定数は投票率によってかなり変わりますよね。要はそれだけ政治家が投票率を上げる努力もしなくちゃいけない、もしくはあのみんなの党は比例代表をベースにした選挙制度をやられて、やられてるんですけども、その場合には、罰投票を認める、罰、要は政党名のところに罰を入れると、それも一つの政党としてカウントして定数配分をしていく、でその分は定数をその選挙のに関しては減らす、次の選挙の時はまた満額元の定数で、要はその都度定数が変動していくというような形、そうすることによって政治家は反対だけの野党は生き残れなくなるんですよ。反対だけの野党ね、足を引っ張るだけの野党では生き残っていけなくなるという、グループを選べるんですね、そうなるんですね、発展的なことを言わないと票は取れない、発展的な、そうですね、でも野党は、まあ、今ちょっと皆さんからすると見苦しいっていうところはあるけど、野党もやって批判しなくなったら、ね、その権力の健全性が保たれないとかっていうのもあります。例えば私のみんなの党は代表はかなり口は悪いですよ。代表 の、 あのテレビで映ってるコメント見れば、うん、あいつ言ってるよって僕いろんな人に言われるんですけど、うん、まあ、だけどその国会でやってる提出してる法案とか見れば、その国のこういうところにほとんど一回も使っていることのない金を毎年ここに何兆円溜め込んでるんだから、これ切り崩して震災の不祥事だからこれ使えばいいじゃんとか、結構まあその難しくて分かりづらいんだけど、いいことは言ってるなっていうのはあるんですよね。ただまあそれがちょっと、まあ、野田さんとかですると口頭無形だみたいなことになっちゃって一瞬になるんですね、小さい政党ですから。そうですね、だから日本と渡辺さんが言われてるのは批判だけじゃなくて自分の発展的な意見を述べてるじゃないですか、だからあれはいいと思うんですよ。まあそうですね、そのただそれをどう伝えるかっていうのはちょっと問題があるんですね。ちょっといいですか、あの、まず名前言わなきゃいけないんで、私に聞きます。軽井沢に来て14年目になったんです。あの先ほどあの、国会議員の定数というのは非常にこう関心があると思うんですけども、基本的にね、その今までの国会議員の役割のままでいいのか、あるいはもう国会議員、国会というのはさっき出てきました外交防衛防災だとかそういうものに特化するかどうかによってその必要な人数がまた変わってくるんじゃないかと思うんですよね。で私は個人的にはあの伊豆さんに期待したいのはもっとそのね、あのこの地域の発展のためにというよりも国全体としてね、どう安全を保っていくのか、今特にいろんなその問題が出てると、外交というか日本の国以外の問題というか国内の中にいろんな問題がある、そういうものについてこうなんていうか考え方をきちんと持っている、それを実現するためにあの最近あの消費税を反対する人たちが言ってるのは、消費税を上げる場合にやることがあるって言ってるんですけど、何をどうするかってことになんか仕事に来たい、だからもっと具体的にね、その国全体を良くするために、あるいはその防衛をどうするかということについて何をどうするのかっていうね、具体的な考え方をこうきちっと表明するような、江田さんなんかよく言ってるよね、江田さんなんか、ああいうようなことをできるか期待したいんですね。個人的には考え方の違う方もいる、期待したいと思います。そうですね、まあ同年の前にやることはあるけど、みんなが使ってくれるんですけど、
うん、みんなの党はその国会で言ってることとかはそれなりにそのじゃあ何やるのって言われたときに、その具体的にここにこういうお金があるんだからこれをこっちに使いましょうっていうことは言ってるんですけど、ただやっぱりそれを皆さんに伝えていくのがまだ伝えきれてないですよね。条例の前にやるべきことがあるって言ってて、ね、もう何年言ってるんだみたいな、もうそろそろ条例しなきゃダメじゃねえかみたいなね思ってる方も多くなってきて、ただまあ非常に難しいとここは思うんですけど、ただまあでも増税に関して言えばですね、その僕はそのいつか財政が厳しいんだからそれが一つの手段だっていうのは僕もすごい分かってるんですけど、だけどだからってひらひらってそれだけやるっていうのはどうなんだっていうのは今思いますね。なんであれが決められる政治になっていくのかなっていうのはちょっと、まあ、やっぱり当然なりやんってちゃんとこっちも特に社会保障制度のためにそういうのではありますけど、社会保障制度の中身はじゃあ後で決めましょうみたいな、その前に解散しましょうみたいな話になるとちょっと、だから、まあ、今決められる政治っていう言葉がずっとキーワードになってきて最近になってきて、それ震災の後なんですよね、うん、やっぱり震災の復興が進まないってそれはおかしいっていう、それはもう当然で、それはなんか今完全にちょっと すり替えられてるなっていう感じはちょっと今のところですね。もう私が今あの増税の話をしたのは、あの、その増税に対して反対を言う人がね、うん、まあ、みんなの党は、ね、確かにあのこうかなりこう具体的な、ね、うん、アクションプランが出てるんですけど、あのそうでない人もいますよ、ね、今にやることがあるっていうけど何をどうするかっていう一向にはっきり言わない人も党もあります、うん、まあ、それは一つの例としてはあげたんですけど、うん、まあ、そうですね、その増税だけのもっとね、そのまあまあまあ、領土の外交の問題ですとか電力の問題とかね、やっていかなきゃいけない方が本当に多いと思いますので、ただその国会議員は、だから国会議員は天下国家を語るっていう話ですよね。まあ完全にそれだけじゃないでしょうけどもそういう大事な問題がね、なんかなんとなくそうきちんとしたビジョンを持ってそれに対してどうするんだっていうこう、うん、筋の取った対応をねしてるような、うんうん、形がなんかあんまり見られないですね。さっきのさっきの話にちょっと戻ると思うんですけど、参議院とね、衆議院そもそも何であったのか、歴史があるわけじゃないですか。で今事実上参議院と衆議院って、まあ蓋を開ければ一緒ですよね。あのこの前衆議院の人が参議院の比例代表制でなんとなく参議院だって今みたいな。一緒ですよね。多分僕はそんなにあまり政治学とか歴史は深く読んでないんですけど、ただこの前たまたまあの、そうですね、霞会っていうあの会の方々にお会いする機会があって、これはまあ要するに昔の貴族院議員の方々の集まり、まあ、要するに、旧公舎で、その話を聞いた時にあのなんとなく分かったことは、特に参議院ってその当時は、まあ、いわゆる貴族院ですよね、うん、は下地君のことは全く分からなかった、うん、で分かんなくてよかったんですよ。分かんなくてよくて、その代わり参議院の人たちは貴族院の人たちは若くから海外に留学して、まあ、皇族としてで、要するに、いわゆる今の天皇陛下がやってるんですけど、そういう皇族外交をして、いわゆるもっと高いレイヤーで外交とかそういうことをやってきたのかな。だから、巷の話とは別に、外交とか今国策的なこと、領土問題とかそういうもののロビー活動も含めて、それが彼らの本当の仕事だ。あとは、衆議院に対するバックアップ、要するにお金っていうか援助とか、あと、なかなか普通の、行政で出せないことに対する寄付を集めるとか、そういうことに関してもコミットしていくような、そもそもはそうだった、うん、でそれを聞いたときに、あの僕そんなにあのバザイって方じゃないんですけど、あの本当に割とフラットに皇族の方とか
まあ、見てますけど、ただその話を聞いた時に、うん、そういうきっと議会の分け方っていうのをもうちょっと見直すべききっとであって、で要するに本当に、国際問題とか外交とかそういうレイヤーを議論するのは例えばじゃあ参議院、だから浮世離れしててもいいけど、例えばアメリカに24年住んでました、はい、ヨーロッパで政治学をずっと学んできてヨーロッパ人がどう考えるか分かってます、もしくは中国の大学に行って中国人と政治の激論してました、そういう人が当選してほしいんです、でそこでそういうエキスパートがいれば参議院はそれでいいんです、で衆議院は今まで通り僕らの代表で、僕らの馬借で税金のこと収入のこと、地方のこと行政のことを議論する、でそうすると浮世離れ一つ一つした一般人との間で価値観の当然違いが出てくるんだけど、それが民政の議論として成立する、今は単に政局というか政の道具として参議院と衆議院があるだけで、僕らもバカバカしいと感じてるじゃないですか、参議院で問責決議して、でもどうせ衆議院でやればダメなんだから首相退陣できない、なんでわざわざやるんだただ時間が延びるだけだし、時間が延びて、彼らは忙しいって言ってるけど、僕らの税金が無駄にその延びてる時間使われてるわけで、会社経営から考えたらあれは一種の人ですよね琉球の人なんですよ、そういうのはやっぱりダメだろうって思ったりするのはどうですか。上田から来て鈴木です。国会議員の在り方ってすごい難しいと思うんですけど、例えば、上田であれば市と市とかなんか陳情に行く時は大体役所行くじゃないですか、ってまずその上田でいうと駅間の事務所ってあるんですけど、人の窓口です、ね、だからそうすると国会議員って上田のことの窓口だから、こっちの先の人たちの窓口ではなくなるのは、だからその窓口ができやすいようにやっぱ接種をこうしてるわけですね、なんかぼちぼちそんなところから変わってきてるんじゃないかなっていうふうに思うのと、もう一つは国会議員どんな会議を使ってもいいと思うんですよ。例えば井出さんが当選して例えば歳費が1億でも2億でもいいと思うんですね。でも何かあった時にちゃんと海外でちゃんとしたチャンネルをいつも持てるように、例えば尖閣のことをちょっと気なしたくなってきたら、中国の議員と話せるとか、そうそう直接話できるとか、電話できるとかっていう、また変な話じゃないけど、通訳を返さないで、もう外国へどん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 一人出かけてって、ちゃんと話をできると、なんかお膳立てをみんなしてもらって、大名旅行みたいにこうドロドロ海外に視察行かなくてもいいとかっていう。逆にそのことをきちんと評価できる選挙民でなければいけないとは思うんですけど、だからもう一つはその今問題になっているのは定数の問題と議員の質の問題をこの一緒にごちゃごちゃにしちゃってるから、今の議員だったらあんなにたくさんいらないよねっていう、そうそう、あんまわけわかんないこと、誰が出るの滑るの転んだのっていうみんなでこうやってるだけだったら、まあ いやニュース消しちゃえっていう、なんか今落語聞いたのお笑い見てるようなもんだから誰か消しちゃえぐらいの話になる、その質の問題と今この問題になってて、質が悪かったら落としていくっていうだけのことがこちらにもないといけないのかなという、例えば今いろいろなものも含めれば国会議員に1億くらいの年間使ってるわけですよね、いろいろパスとか秘書のお金とかパスとかみんな入れると1億くらいのお金を使ってるわけですよね、みんなの。だからその1億を使って本当に1年間海外もその休みあると海外も出かけてって、もうなんか、ね、中国の要人とも話できる何もできる、外国へね、アメリカ行ってちゃんとできて、きちんと話ができるようになってくる、いつもそのチャンネルを自分が大臣になった時の準備のためにきちんとできるっていう国会議員をやっぱり地元の選挙民はきちんと評価していかなきゃいけないと思うんですよね。で今はどっちかというと野田総理との時も街頭に彼はどのぐらい立ってたから、選挙演説がうまいとか国会答弁がうまいねとかっていうそういうわけわかんない、じゃあ街頭に毎日立てばいう総理大臣になれるのか、何年あそこに立ってるかそうだってそういうわけわかんない話ではなくて、今はもうちょっと何というのかな、
時代がちょっと変わり始めちゃってるのかなっていう、我々は 今までのように地元に、私は橋を自分の地元にこれ持ってきて作りました、だから選挙の時になるとそこら中でこうテープカットが行われてこの橋は僕が持ってきました、何をやってやりましたっていう話をして、だから投票してくださいねっていうことより、そのじゃあ今何をやってるのっていうことになってきて、関心がこうずれてきてるんじゃないかなと思うんですね。だからそこら辺りで、さっきその若い人たちがあのたくさん出てくるのがいいっていうことと、年寄りもいなきゃいけないんだっていうわけわかんない話じゃないんですけど、できれば全然何にも関係ない人たちが出てった時に、一体日本ってどういうふうに作るんだろうかっていう、本当のあの変な話じゃないですけど、あの300、400人くらいのうちのなんとかチルドレンで100人くらい出てったって何も変わらないんですけど、これが200人が古い人で200人が若い人たち、初めての当選の人たちが出てった時に、その本当にその国会の中であの始まっちゃうんじゃないかなと。そうすると若い人たちは集まって、きちんとこれから10年先20年先、自分が例えば、30代の人たちが例えば200人も今回選挙で出てった時に、じゃあ自分たちが65になった時に年金どうするんだ、社会保障どうするんだって考える人と、今あの人たち考えてたって生きてないですよ、もう10年先には。そんな人たちに任せたくないっていう思いがたくさんあるんじゃないかなと思うんです、あの国民の中に。だからぼちぼち定年線も引かなきゃいけないと思うんですよ。あの20年先に生きてるっていうことを確実な人が20年先のことを決めてくんだらいいけど、今はだって10年先に生きてるの分かんないよ。いや分かんない、生きてるかもしれない。いやそれ言われちゃうと我々って分かんない。いやいや僕も同じですけど、だから逆、そうそう、今言った年寄りがいなきゃ厚みがあるからってわけわかんない厚みのある人たちいらないと思うんですね。俺みたいに体の厚みだけある人とかじゃなくて、でも何て言うの、何もしないでそのただポジションをね積み上げてくるっていうのとはまた違うんだよね。さっき言った人気が違うんですけど、基本的にね、若い人が正解になり世の中で、ね、活躍するっていうのは大いに歓迎です。で、まあ、日本のね、私多分この会で最年長だと思うんですね。まあ、日本の人なんか生きてないという問題ですが、そういうことがあったとしてね、やはり日本の今の姿ができちゃったっていうのがね、はい、やっぱり官僚組織がね、強力な力を持ってます。そうです。これを崩さない限りは、日本は変わらないね。それを変えられるのはね、しがらみのない若い人たちが、今言われて、この簡単に動かしていかないと。変わらないと変わりませんよ、日本は。もうそれはね、こんなちっちゃな町だってね、上の方が上っていうかな、国政とかなんか影響を受けてね、一人やってるわけですから。変わらないからね、そうだって。そういう世の中になっちゃってるけど、それを私も僕とか、方同士の意識に、本当に、魅力を持ったね、政治家が出てきて、で、本当に国を良くする、30年後、何十年後をね、描いてね、そこに強力に、政策を出していくということが実現していくような世の中を、ね、期待してるんだけど、もう間に合わないからね。そういうことだよ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 ね。官僚組織を、ね、脱逆にね、社会脱もう逆に手を取ったんですよ、今だね。だからこういうのを、ね、崩していかないと。井出さんがね、立候補して、今回、教育問題の関心ありって言ってたけど、それをやろったっていうのは、日教組を崩すって大変ですよ、これ。私は日教組の教育方針って、デタラメだと思ってるしね、あんなのは、早くぶち壊した方がいいと思うんだけど、
それすらだってね、今の政権担当しているのは日経さんが、そういうのをバックに感じを抱えてるとかね、まあ、そういうようなことだったら変えられないでしょう、まあ、そういうしがらみのないようなね、議員が増えていくということに若い人がね、立ち上がってもらわないといけない、そういうことを期待してるんですよ。そうですね、でもあれですよね、僕の、まあ、後輩にまさに官僚がいるんですけど、彼らはやっぱり玉があるんですよ。要するにさっき鈴木さんがちょっと言ってた地元に橋作りますとかそういうものをやるときに結局財布は官僚なんですよ ね、 そうですね。だからなんとか先生のために郵便系の、御殿を一つなんとか町に作りましょうとって言ってくれるともうそれでテープカットが一つ増えてなんとか先生的にはそのありがとうねっていうことですよね。でその人が厚労省の、まあ、大臣になる副大臣になった当然、その時の恩もあるしいつもよくしてもらってるしでなればまたなんとか御殿が温泉施設がどっかに突然できるわけじゃないですか。まあ、潰れたってそれは知ったこっちゃないんだけど、だからでそれを彼らはやっぱり自慢はするんですよ。今自分がこういうある枠を持って、そういう助成金とか、そういうものを、まあ、判断決裁ができるからそれを、まあ、どの先生とどの政党とどこのところでコントロールするかっていうのは、まあ、自分の人生をかけてるということは言わないけれど、でもどこかでそれを踏まえて、みんな考えている、それは同じ同期、まあ、多分井出さんもそうだけど東京大学とか、同じ工学部経済学部同期が同じ官僚になる、当然何年、入管にいて、でその中である程度連絡を取って、まあプライベートとして、でなんとなくそのお互いに空気を読んでいくでそれもでも若いんですよ。そのさっき言った同じぐらいの年齢で、多分ひょっとすると同じ、学部にはいないかもしれないけど同じところにいるかもしれない。だからなかなかその官僚制度を、まあ、行政というか、まあ、官僚を撃破するのは一筋縄では多分いかないです。それはいかないですよ。それはもう彼らががっきり固めてるから。そうですね。将来の自分らのね、卒業した先のあれはね、全部あれでしょ、がっちり整えてるでしょ。一番は、ね、その人事、官僚組織で、人事をちゃんとその政治家がね、しっかり答えてる。実際にはあれでしょ、各課長に、少なくとも大臣は人事権を持ってるんですよ。持ってるんですけど、結局は発揮しない、ね、行使させないんでしょ。まあ民主化ちょっとやろうとしたんですけど、やっぱりしっかり抵抗があるわけじゃないんだよね。やっぱりどうぞそれで抵抗されるとっていうところは、みんなの党だとか大阪の方だとか元宮城県知事は地方分権でそれをとにかく、そういうアプローチでそういう切り口で、ね、そこを打破しようとしてる。そうですね、それは一つその可能性があるよ、ね、うな、ん、と思いますね。まあ、地方分権もだから、その霞が関に官僚主導で地方分権されたらもう全然ダメだよ、ね。だからそういうのね、あの官僚はね、もし地方分権っていうのがあったら、それはもう自分らの施策とか、権限をね、がっちり固めますよ。なおは、関係ねえかって。だけど、政治主導でやっていかなきゃね、変わらないって話でしょ。そうです。だから政治家が頑張らなきゃ。そうですね、それできると政治家だけですよ。単純にそのね、そういうものの改革を期待したって基本的には無理ですよ。なかなかいかんですよ、ね。もう美味しい資料をアップしてるなら、話さないでしょ、組織を崩させないでしょ。そうですね。ね、まあ、今の仕組みで美味しいものを、ね、知ってれば、それそれたち当然それは話さないで、それに関わってる人たちがたくさんいて、まあ、それが。やっぱり知らないので、一番の方法だと思うんですけど、これはくどいですけど、あ、申し遅れましたけど、中軽いたちになります。中軽いってこちら来て4年半ぐらいですけど、まあ、そうですね、こちらの若造ですけど、まあ、やっぱり
ろそろね、平和ボケも卒業してるんですが、俺は、なんていうのかな、国を良くしていこうとかいうのは、やっぱり国会議員とかね、その辺に依存せざるを得ないわけですよね。一人、我々がいくらジタバタしたって知れたことでしょう。そうですね。だから、まあ、今日はやっぱり皆さん、その国をね、国会議員の中で国のことを聞けることを皆さんおっしゃっていただいて、ただその、私が政治活動、選挙をやってて、その、まあ、選挙をずっと知ってる先輩の人が行くと、やっぱりそういうことを言うのは、その昔だったらその、まあ、主婦だなみたいな、だから井出陽水は主婦を取り込めみたいなことをそのベテラン選挙中の人に地元の人に言われたことがあって、まあ、そうなのかな、まあ、でも人口は女性の方が多いし、それでやってやろうかなって思ってたんですけど、そのまあいろんな業界団体とかいろんなところに入っているとだんだんそのしがらみに入っちゃうし、まあ今もそうですよね、その市町村長さんとかもやっぱりちょっとその今あんまり新しくちょっと自分すごい斬新でいいんだけどちょっとなかなかみたいな、ちょっとなんか剣がちょっと冷たくなっちゃうかもしれないしみたいな、だからそういう叱るべき立場にいる人っていうのはなかなか動きづらいんじゃないかなっていうのはやっぱやってるとすごい肌で感じて、だから僕はそんなもん関係ねえやと思って、そのなんだ偉い人だろうが偉くない人だろうが同じ1票持ってたし、その偉い人がその人にお願いすると100票取れるんだったら、じゃあどっかで100人探してくるよって思えばいいかなと思ってるんですけど、ただそのまま実際そうだな、その投票、ね、投票率とか今までのものをものすごい投票率が 70-80% あると、じゃあ投票してない20%に書き寄せるのでなかなか難しいとか、ちょっとまあ実際に活動してるとそこを今どうやって突き破っていこうか突き破っていこうかっていうのをね、すごく考えますよね。まあ、あれですよね、僕思うんだけど、その日本人の考え方って気配を読むんです、はい、仲間から阻害されるのは嫌じゃないですか、うん、基本的に、そうすると男は特に組織に大部分の人が入ってますよね、会社に勤めてますからね、うん、特に公務員がそうですね、でフリーでやってらっしゃる方はそうじゃないし、途中でドロップアウトしてね、だからってやつもそうじゃないかもしれないんだけど、大部分の男性が上司というのはこういうものだっていうのは認識してない、ね、と考えるってこと、そうするとそれを官僚組織がダメだと言っても、国会議員がダメだと言っても根底にあるものなので、これ変わらないということですね。会社組織の人間として18に入って大学卒業して入って、それを何年も経験して、はい、さあじゃあ自分が政治家になった時に上司の顔を見ないで勝手にやれよ、その辺ずっと街頭演説しても、ね、その聞いてくれないし、手振って顔だけ見ればいいやっていうところにどうしようなってちゃって、うん、握手すればみんな感動して、うん、っていうところですよね、うん、やっぱり上司から握手を求められてあなた良かったねって言われると感動しますよね、うんうん、その素地はあるので、これ僕無理だと思ってるんですよね、うん、その辺はどうなんですかね、その田中修正さんが、あの方はすごい持論がね、一切妥協しないみたいなイメージがあるんですけど、多分ご存知の方は分かると思うんですけど、あの方がなんか、あの方と私とちょっと何人かで喋ってた時に、別の方が、要するに大変な政治家を目指すんならもう嫌な人にも頭下げたりして大変だろうとかって私のところに言ってきたんですよ、うん、それで、それで、まあでもとかって僕はあんまりまともに答えられない、そしたら田中修正さんが言ったのは、なんか政治っていうのはもう妥協の産物なんだって言って、これなんかこの人らしくないこと言うなって思ったんですけど、最初妥協なんかしてんの見たことないよぐらいで思ったんですけど、あんな言いたいこと言ってる人かと思ってたんですけど、妥協の産物で、だけどその自分がいざ言いたいことを言える、やりたいことをやれるって言った時に、その
自分のその芯をその時に消えてたら芯がもう燃え上がらないから芯だけは芯の小さい火で火いたらそれだけは絶やすなよみたいなことをおっしゃって、だからあの方はなんかそのまあ先駆けでそういう政権になった時はまあ自分の力の発揮どころだって思って多分活動されたと思うんですけど、あんまり普段好きかって言ってる人でもこう妥協の産物って田中修正さんが言ったから逆になんかすごい重たいなって、でもそれでもうんやっぱり修正さんはそのあの人も本当にその官僚機構今までの仕組みをちょっと変えていかないとダメだっていう、まあ、あの人一番早くっていうことで考えてる人なんで、官僚組織ってのは例えばどういうふうに変わるといいんですかね。官僚組織ってそのダメだって言って言わないよっていうところは結局必要なもので、ただどういうものっていうのがいいんですよね。心差しがね、公募としてあの手を挙げて就職してるわけでしょ。その最初の初心をね忘れてくれるなということですよね。だから本当に国のために私は文科省入ってね、あの一生懸命国のために尽くすんだということで貫いてくれればね、それは我々だって大いに頑張ってくださいと国のためにもあるけどね、そうじゃないわけでしょ。国のために既得権益をね、がっちり守るためになんだかんだ言ってね、大臣が来るのかって言ったら、もう彼ら手玉にとってね、大臣になって全然相手にされないぐらいで、あれでしょ。まあ役所に限ったあれじゃないかもしれないですけど、例えば国のことを思って大蔵省に入る、うんね、長野県のことを思って長野県庁に入る、それがいつの間にかその大蔵省のためにとか長野県庁のためにみたいになっていくっていうところですよね。そうですよね。それはでも、まあ、どうなんだろう、私は精神というかね、私は必要あるかもしれないね、その組織のね。私もその NHK に入った時にやっぱり見てくれる人のためにそのえって思うのを発信していこうっていうつもりでいろいろやってたんですよ。ただそれがそのやっぱりなんだろうな、まあ会社内ですけど出世じゃないですけどねそれでその何のために結果を出してるのかっていうのは、今までは最初はその見てくれる人に有益な情報をと思ってたのが、なんかいつの間にかあれなんか昨日のニュースをなんか上司を喜ばせるためのニュースになってねえかみたいなそういうなんかで、それが特に国会議員とか官僚っていうのはそうなっちゃいけないですよね。マスコミもそうなんです、うん、マスコミも自主自立で公平中立だから、やっぱりその会社のためとかになっちゃいけない、僕はそういう職業だと思ってたんで、だからそこはものすごいそのちょっとまずいよみたいな、自分が小さくその結果を出すなんかその作品を作ろうとしてるんじゃないかみたいな、そういう葛藤はあった。だからまあそうですね、会社を辞めるときに NHK から政治家になってる人何人かいますよね、うん、今の安全大臣とか安全大臣とかね、ええ、うん、あれにもあれなんだねいらっしゃいますね。でそのまあ大体マスコミの人が政治家になるのはマスコミでかなり年数やって、そういう人脈とまあまあ、アナウンサーだったら知名度って人脈は特に記者の場合は人脈作るのが大きいんですよ。だから僕は会社辞めますって言った時に何やりたいんだとかって言われて、最初言わなかったんですけど、あんまりうるさいから政治をやるんですって言って、そしたらやっぱ会社の中には、まあ、あと10年までみたいなと言ってくる人がいたんですけど、10年経ったらもう辞められないだろうみたいな、それで頭がそっちに行っちゃうだろうっていうのがあって、だからそこはどう、でもやっぱり公務員、国会議員っていうのはやっぱりその世のため、人のためで、国会議員の方がその選挙を経てるんで、そういうのを再確認する機会はいくらでもあるような気がするんですけどね。まあどうなんだろう、実態がちょっと今国会議員の人たちはどうなるか分かんないですよ。この間あの経産省ほらクビになっちゃって、今橋本さんに古賀さん、古賀さんのこのくらいの勉強会の時で古賀さんが言ってたのは、その国あの官僚だからって全員が
全部が全部その志を持ってくる人だけではなくて、普通の人も多くなっちゃってる。普通の人っていうのも、あの職業として、職業としてその道を選んできてる人も多くなっちゃってる。だからその志だなんだって全部が言っても、あのそれはどうなのかなという、その志の高い人たちももちろん日本の国のために僕はあの大蔵省の官僚になるんだとか経産省の官僚になるんだとかっていう人もいるけど、そうじゃなくて仕事としてそのそういうあの国家公務員を選んできた人たちも大勢いるっていうことも一つの事実だということと、それからやっぱね、あの街なんか見てるとやっぱりあの今の状態だと、あの中央の官僚組織が、その中央の組織がしっかりしてないと、これ町の組織って動いていかないんじゃないかなと思うんですよ。そうそう、財政の勉強までしてみると、例えばもう紐付きでこれは介護保険にしか使っちゃいけませんっていうお金で来る、でこれは何々にしか使っちゃいけませんっていうお金で来る、でこう来るからその事業もきちんとされていくわけですよね。で、あのだからそのきちんとしたその環境組織があって、中に事務屋さんたちみたいな人たちがいる、その中にきちんとその事務屋さんたちを動かしていく志の高い人たちがいるっていうところで、もう逆に言うと普通の会社みたいなんじゃないかなと。だからその逆に言えばトップに立つその政治家がどのくらいその日本を良くするかっていう志を持って立たないと、その志を持ってそこの事務屋さんたちを引っ張ってる、その官僚の人、官僚の人たちよりも、その志、さっき中で燃えてるものが大臣の方が小さかったら、やっぱりちょっと舐められちゃうと思うんですよ。少なくとも学がなくてもね、彼は高校しか出てないで出てきたけど、いや、こういうことに関してはなんかすげえなっていうところがないとやっぱりダメなのかな。だから国会議員はやっぱりここだ、志があって、それで官僚に対してぶつかっていくっていう、俺はこう思って日本をこう持っていくんだくらいな気迫がないとなかなか難しいんじゃないかなと思うんですよね。だから官僚組織は優秀でいいと思うんですけど、その組織がどうのこうのっていうことよりも、普通の人たちがいるっていうことをまず前提として、普通の人たちがいて志の高い人がいるって、普通の会社みたいになっちゃってるから、その制度をどうするかっていう議論の方が正しいんじゃないかなと思う。今なんかその官僚組織を壊すことが何か大事なことのように思えてるけど、その官僚組織を壊すんじゃなくて、その官僚組織をいかに生かしていけるかっていう制度、制度ね。例えば、どこのお役所でも土日必ず休みじゃない、はい、で土日って休まなくったっていいわけじゃないですか、住民サービスのところなんて、ね、じゃあ誰がその土日って決めたのっていう、お給料高いとか減らすとかっていう話じゃなくて、土日も開けないよと、土日も開けて住民がその国民健康保険の手続きに来たりやる、住民票来る、印鑑証明欲しかったら来る、そういうものを土日は出しなさいよ。例えば公民館行けば土日なんか誰も職員いないじゃないですか、一番行って申し込まなきゃしないといけない日を、でそういう制度を変えていく方が先であって、なんかその公務員の給料を減らすとかそういうことじゃないんですよね、突き詰めていけば。だからその制度をどう変えていくかっていうことなんだと思うんですよね。今その給料を減らすか減らされないかで、そのなんかあの労使の戦いみたいに、あのなんだ、官僚組織と国民がガチンコになってこうやってるのは、そのいい姿ではないかなと。もうちょっとそのなんだろう、官僚制度が悪いんではなくて、その官僚制度もいいけど、普通の人たちがいて普通の生活もしたい、職業としてその国家公務員を選んでる人たちも大勢いる世の中になっちゃったから、その人たちをよくきちんと使うための制度をどうするかっていうことの方に入った方がもっと分かりやすいんじゃないかな。土日なんで休まなきゃいけないのって、このお役所行ったら土日休まなくったって、住民票やそういう気温のね、3月の末だったら転入転出の手続きやってくれるとかっていう、
土曜日に引っ越してきたら月曜日にはもう学校行けるっていう、月曜日に行って手続きして水曜日頃にならなきゃいけないっていう話じゃなくて、土曜日に引っ越してきたらもう日曜日に転入手続きができて学校に通えるとか、月曜日から給食を食べれるとかっていう、そういう制度の問題に入っていった方がいいんじゃないかな。だから優秀な組織に入るとちょっとダメかもしれないですね。その観点でお金で、私軽井沢に住んでます、6年ぐらい、それでビジネスはしてませんけど、今のおっしゃった関連なんですけど、ヨーロッパでは銀行とかそれからお役所とかは水曜日を半日にして、はい、土曜日の午前中を空けてるんですよ。それフルタイムで働いてる人は、はい、ずっとお役所も土日閉まっちゃうと、手続きも何もできなくなっちゃうんですね。そういう意味で人のに対するサービスっていう観点から土曜日の午前中を空けてるんですね、はい、だからおっしゃったように、今彼もおっしゃったようにシステムを変えるっていうのはすごくいいことだと思ってます。で、あと一つ、今のやっぱり彼が今おっしゃったことの関連なんですけど、その何の費用って言って予算って決められた、でそれはそこにしか使われない、はい、でも昨日 の NHK のテレビご覧になった方いらっしゃいますか、復興がどうして進まないのか、ああなんか全然被災地と関係ないところに、関係ないところに多額の予算がある、はいはいはい、あれはやっぱりせっかく決めた予算なんだから、うん、東北に使ってほしいですよね、予算を復興のために。沖縄に道路を作ったり、東南アジアの若者を呼んでアイスクリーム舐めさせて日本見せて、私それはね、復興予算に絶対使われるべきじゃないと思うんです。それにグリーンピースじゃない、グリーンピースかなんかのが捕鯨に、シーセパーズが捕鯨反対の運動に来るから、それに対抗する対策費に使うとか、そんなことさせて黙ってちゃいけないんですよ。どうしてできたんですか、僕見なかった。復興予算をそこに使えた理由は。普通の目見てないんですよ、その人は。今度10何日に。いや、再放送があります。13日ぜひ見た方がいいと思います。なぜ使えたんですか、なぜ使えた、すごい、まあ、なんか話が飛びますけど、あれ確かに内緒19兆のうち、まあ、5兆から6兆ぐらいですかね、もう、まあ、結局、その復興予算というか、その復興の定義の部分で、その東北に対する復興というのがあるので、その下にもう本当に一行、日本を買って活性化するっていう行を入れたことによって、でそれで要するに間接的に、例えばさっきの話で言えば、一番そうですね、その中で一番バカバカしくて分かりやすかったのは、岐阜にコンタクトレンズの工場があって、そこが申請をして、そこに対して、もうどれくらいの金額だったか忘れちゃいましたけど、かなりの大きな金額がその工場の助成金で出て、でじゃあなんで出たのか、そこでそれを助成をして、製品を増やして増えることによって、それがその向こうで売れると、そうすると将来的に東北の雇用が増えるかもしれない、そんなバカな話があるかっていうのが経産省には通っていっちゃうんですよ。で一方東北の方ではいわゆる商店が集まって、それでそのグループのやつをくれということで県に出すわけです。でところが県の方には150億ぐらいしか国から降りてこない、申請は250億ぐらい上がっている、でそこでまあ100億足りないから出したくても出せない、でも先ほど言った世界中から招待して、集めて、ツアー組んで日本を紹介してるっていうのに70億使ってる。でそんな今こんな時なんだからまたやるけど次にしようね、1回ぐらいやめるよってやめときゃいいんですけど、そのツアー2週間ある中で1日だか2日だか東北に連れてきますよ被災地に、でそれを入れ替えてるわけですよ。あとのほとんどは10日間は全部観光、東京で観光、京都で観光、大阪で観光、1日2日だけ被災地に連れてくる。それはどうしてどうしたんですか。いやだからそれは全部結局でも企業入って
え1行入った。それは分かるんだけど、あの僕は今不思議だなと思うのは、復興を中心にやった250億と、ね、その観光の一部にその東北のところの関連が入ってて70億使ったとするじゃないですか、これ許可したっていうのはどういうことですか。その1行入ってていいとして、なんでそういうの、うん、まあ、うん、その許可の部分っていうところは許可というか、その、うん、りつくんですだから普通、あのさっき言った普通の人になっちゃったってことですよ。そうそう、あの官僚の人たちが、官僚が決めてる、いや官僚が決めてそれやってるのを通してくるときに、ね、普通の人も多くなったから、例えばあの井出さんが官僚だとすると、我々が国会議員だとすると、なんとか岐阜のあそこにもこう金持ってこい金持ってこいって言うと、昔だったら志ある官僚だったら、お前ら何二人こと言ってんだこらっていうふうにやってたけど、今官僚普通の人になっちゃったから、じゃあ先生これはこうやって何とかしてやってもらいましょうね。だから本来であれば、するんだよ、そうそう、国会議員がそれを取り締まらなきゃいけないのに、あの普通の人になっちゃってるから官僚は、だからそういうふうにあの自分の身を挺してっていうより、そんなことはやらないでしょ普通の人は。まあ、それこそ全く真逆のことやってますね。さっき言っている部分だったら、その石巻だったのとか中はちょっと忘れちゃいましたけども、結局その、100億200億って単位での申請の部分が下ろさないで、一方で、その完了というか、その分けた分で3000億ぐらい使って、その天下り用の団体に入れちゃってるわけですから、それで1兆は完全に各省庁 で、 そうです、ね、あの分けちゃうぜって分けちゃったで、そういうようなことを、まあ、平気でやってるわけですよね。でしかもそこの部分が検証されてるんだけれども、まああのまあ何かしゃあしゃあと、いやこれはあの結局日本の活性化のためだから、まあ、そのうち役に立ちますよ的なことを言って通っちゃう。報道としては NHK しかやってない。 NHK がやってないんですよ。他のところはやってないんですよ。やってないです全然ね、まああのまあ、ネット上とかでいろいろ出てくる、出てくる、いわゆるテレビで、ネット無視されてテレビっていうメディアであそこまでバーンとやってたのは、うん、NHK だね、そこじゃないですか、できないんですね、うん、じゃあ今質問したのは、そのさっき言った異事業が入るじゃないですか、これって昔から言われてて、でそれこそいろいろ問題ない前からそれ問題だよっていうのは国民が意識しているのに、なんで議員さんがそこに行ったときに、さっきつぶんでるからすまないって話なんですけど、じゃあそこの一行を抜くだけで官僚組織がダメだなと言わなくても終わっちゃうはずじゃないですか。まあ、ただその一行というのは、まあ、早い話がその今のところに導くためにそ入れた一行、そうそうでしょ、それはもう、まあ、初めからできてるわけですよ、ストーリーが。そのストーリー通りに持っていくために最初にその1行を入れたと。それをその議員さんが、でそれは官僚が作りました。だからそれをその通すときは議員さんが通すわけです、うんうん、でそこでなんで止められる、だから止めダメだっていう国会議員がいないっていうことなんですよ。そうするとあの官僚がいらないんじゃなくて議員がいらない、議員がいら志がないっていうことなんですよ。志があってもできないんですから、そうそう、議員はいらないいらないんです。もうだからそれダメっていう、そこに何十億とかそういうのをチェックするのが国会議員の本来の仕事の行政をチェックしなきゃいけないけど、まあ、実際に今回の消費税の問題でも、あの消費税は福祉だとか社会に使うという書いてあるのに、それ以外に使えるような一行がまた入ってるんですね。そうそうそう、でしかもそれをどちらかというとあの押してるのはですね、ある党なんですけど、国会議員なんですよね。だから安心な日本を作るとかっていうのは、だからね、あの、まあ、そういう意味でいけばね、必ずしも官僚だけじゃなくて、その国会議員そのものもね、そうそう、そういうの考え方が。やっぱりそういう行を入れて、いわゆるその公共投資に使えるようにすることによって自分の地位を、ね、高められるようなベースをやっぱり作ろうとしてるわけです。それあのその震災の法案はおそらくお前なんで反対しなかったんで、全議員にね、毎日つけるわ、震災の復興だし一刻も早く通らなきゃいけないと思ったみたいな話が出てくると思うんですけど、だからやっぱりその何だろうな、その批判のための批判って言われる紙一重かもしれないですけど、でもそこ徹底的にやっぱり言う、今のその野党の力すごい弱いですよね。っていうか、その僕が言いたいのは、結局その議員さんがいらないっていう結論になっちゃうんですよ。でも
その決める人たちの力があるっていいんでしょ。だけどその野党の人たちの力がないじゃないですか。だけどそれを明らかにしてこれが入っているとこの法案というのは法律になっちゃいますよっていうことを国会で言うべきです。全然国会討論を聞いてたってそこで出てこない、っていうのはそういう意味からすると野党もいらないし弱小のねその党もいらないしいらないんですよ今の状況を変えるには。で発展してくださいね。あの誰かがいてその首相が決まったら首相がこれを全部チェックしろっていうプロを雇えば議員さんまるまる言えなくてガタンって変わっちゃうよ。でそれそこに変わらなければ今の地方が全く変わらないでね、どこにもお金がいかないわけですから変なところに来られてね。でそれ一番の原資っていうのは税金もそれでそれが変わらないとダメだよ。だから議員が変わるのが少なくなるのがどんなに志のある人が官庁に入ってきてもこれがずっと踏襲されて前の人がやったからさってやってる形で言えばこれ変わらないじゃないですか。そうするとこれから議員さんがどうしても国政に参加したい志は僕はそこしかない。僕はねその辺に対してその官僚をどうしていいかとか議員さんの立場としてはそこのところどう考えるかとか聞きたいと思います。そうだ、やっぱり今までと、まあ、選挙の出方も当選の仕方もそうなんですけどやっぱり今までと同じレールに乗っかって当選しちゃうとっていうのはありますね。その自分の言いたい、まあ、言いたいことって言ったら変ですけどその自分を信頼して自分の発言の自由を確保できるようにそういう応援もしてもらわないとっていうのもありますし、だけどそんなこと言ってたら分かんないよみたいなことねもちろんあるんですよそこはさっきの修正さんの話じゃないんですけど火を絶やすなっていうところがあると思うんですけど、そういうのがだからっていうのもあるんですけど、まあその一文があるっていうのをある一人の人が本当反対した小さい政党がずっと反対したとしても それが、あいつら審査員が忙しいのに反対のために反対してるって他の9割の人に言われちゃったらそれで流されちゃうかもしれないから、だからそこはその仲間作りとかそういうところで、まあ、選挙の当選もそうなんですけどそこの難しいこだわりっていうのは、うん、今話して本当に思うんですけど、そもそもその一文を入れるときに誰も抵抗がなかったのかってまず一つあります。もちろんそれは一般の人で一般の事務員だったら、まあ、会社でもそうですよね、抵抗なく、入れちゃうんですか。でもどうだろう、例えば僕が、まあやってた会社というか役員を務めた会社もそうですけど、これおかしい、就業規則にこの一文入ってるのはおかしくないですかっていう人は必ず中にはいるんですよ。ただその声は上がらないんですよ。上がらないで当然、おそらく今言った鈴木さんが言われたりいろんなこと言われてるけど、その一文をどっかで誰かが入れることを思いついたというか、まあこういうのは入れといた方がいいんだよって多分言っていて入れていく。でそれに対して、誰もその部分は触れない。で国会議員にもなるべく見えないように、長い文章の一番最後に入れると読まないから、一番最後まで来た時に初めて分かってる人だけ分かるような、保険の約款と似てますよね。すっげえ長くてちっちゃい文字で書いてあって一番最後に何か解約してもお金は全然書いてあるのと一緒なんですよ。でそういう結局、企業もさっき企業の話とか、政治の話僕は同じだと思ってるんですよ、割と。だから例えば議員を減らす、官僚を減らすときにそれは企業がリストラクチャーすると全く一緒 でその時すごく大事なのは、リストラクチャーって必ず不要な人以外が大事な人も失うんですね、いろんな形で。それはリストラすることに対しての批判があったりとかそういうことが気になっていく。だからリストラクチャーの後って必ず弱るし、で弱った時にそれを充填していく人間を探していくというものすごくパワーがある。だから今のこの地方から地方行政が
強くなっていこうとしている、例えば話はあれって例えば大会費で言ったら支店の権限がもっと上がる、はい、で支店に経費が上がるで、僕はやっぱりすごく話を別に戻すわけじゃないんですけど、で中央の国政を、多分論じるときに、まあ、今日のテーマは地方で、地方の行政で地方が何をできていって、その結果として中央にどうその詰め寄れるかっていうところ、ただそれは大阪だとか、まあ、東国原さんもそうだし、東京市もそうだけど、石原さんもそうだけど、多分その視点、まあ、名古屋も一応そうか、一応っていうのは、僕は名古屋はちょっとなと思ってるんですけど、なんだけど、でも多分そういうボトムアップができないと、うん、あのまあ、前に何かの映画で、映画じゃ漫画だったかな、大地震が来て、国会議員が全員死ぬんですよ、国会議員が全部崩落して、そうすることによって日本の政治がすごい良くなるっていう漫画があったんですけど、それ、そうなるしかないような感じになるからね、そうなった時に、新しく選んだ国会議員は、全く縛らみがないんですよ、暫定国会議員とか、要するに、まあ、言い方悪いですけど、震災クーデターみたいなのが起きて、でなったら、すべて、なので、であの大臣に任命権があって、その大臣が、任命権を行使するんですよね、うん、今までは行使しなかったので、いきなり全部課長とか部長とかにあの切って、ような感じで、いきなり志のあるやつをどんどん見上げる、うん、高等向けの話があったけど、そんなことはまずできないから、うん、やっぱりその今言った地方向けのところを地方から底上げしていく、でその地方を底上げするときに、今は、国会議員が、まあ、今回のそうなると、ちょっと大阪にするように、宮城県にするように、あ前の宮崎県にするようにっていうように、その中央と地方の、まあ、パイプになっていく議員が増えていけば、もっと良くなるんです。今まで地方の選挙民とか団体とか、そういう人たちにすり寄ってたけど、そうじゃなくて、地方の、その首長とか、そういうところにすり寄っていって、国会議員が、まあ、今回の。維新、まあ、特にそう感じますけど、そういうことで地方の的活動を中央につないでいくパイプが国会議員になっていって、さっきの全人代じゃないですけど、そういうふうになっていけば、多分そのボトムがついてくる、例えばさっきのリストラするときに、中央の本店が地方を全部リストラするのが無理じゃないですか、やっぱ地方は地方でやっていって、その結果として中央もリストラクチャーしていくっていうような。構造をどっかで見出していきなければ、うん、きついのかなという気はしてますよね。伊勢さんが今長野でやるって言った時に、長野でやる以上には長野から持ち上げていくものなんですよ。あのそれについて橋本さんが大阪から変えていこうっていうのは、僕が選挙に出る前とかちょっと見てたんですけど、だけど自分はそこの最初からその間になって、だから上が国会議員がもうどうしても任期もねほぐれないからこう変えていこうっていう、だから僕は頭の柔らかい僕がそこに行くんだって、その長野の人と一緒にやっていくんだっていう発想を僕は言ってますよね。今のその下からの突き上げとどうどうだっていうことで聞かれると、だからなんていうのかな、そういう、まあ大阪、まあ、宮崎もちょっとね一過性が終わっちゃったなと思うんですけど、大阪がもしこれ本物の動きになってくるとやっぱりその長野県もねそういう声を上げていかないと、うん、なんか大阪がやった、じゃあ長野にもなんか来るのっていう感じだと思うのがすごいな。あ、安倍さんと橋本内閣が仲良くしてる。また長野県だと運動大きい地域性もある。じゃあ例えば軽井沢と対応してやってるよ、軽井沢やってるよ、佐久やってるよ、ね、そういう考え方もそっちの方がもしかしたらシンプルで早いかなっていう気がしますよね。その町長の市長本庁さんというね、今のが出なくてくれればね、なんかそこすごいですよね。だから
知事とのパイプっていうのは古い政治にとっても大事なんですけど、今おっしゃったようにちょっと考えてくれよ大変だとしてねそうやってくるのが本当に必要なんです。昔のやつは知事が持っている長野が知事でしたよ、公務員の票がね大事だったけど、もうそういう時代じゃないです。そうですね、最後に聞きたいのは、ちょっと話がずれるようにと思ってないですけど、まあ、さっき言った話の昔からね、まあ、その日を絶やすな、はい、聞こえはいいです、はい、でもやりたいことやってないってことですよね。そうですか、見えればそれってすごいビジネスで例えれば、うん、自分の目的を達成する機会がないわけです。何のためにそれを何のために自分が今ビジネスとしてそれをやってるのか、そこってすごい僕としては矛盾なんですよね。それはじゃあちゃんと税金でお給料もらう、はい、資格ないんじゃないの。僕はね、それはそう思う、僕はそう思うんです。だって自分の気持ちを抑えて人を欺いてそこで仕事をしてるわけですよね。人がお給料を得て、まあ、そういうことですよね企業のペースだからなん、じゃあそれがじゃあ自分がやりたいことをやれる関係になった時、今まで支持してくれた人たちを裏切るってことですよね。そうですよね。僕はそこにすごい矛盾を感じるんですよ。だったら初めからちゃんと自分のやりたいことをメディアに伝えて、それをちゃんと支持してもらって仕事をする、はい、うん、さっきの話の流れからすると、もっと頭の下げたくない人には頭下げて当選しなきゃいけないっていうのは、要は、ね、自分の政策を抑えてでも、あ、分かりましたって言って当選しようってことっていうふうになってますよね。まあ、ちょっとその、なんだろう、まあ、僕はまだ何もあれしてないんですけど、まあちょっとその修正さんのことをちょっとそうされるとちょっとあれですけど、まあ、田中修正さんの場合は票を入れてくれる支援者はやっぱり自分のことをやっぱこう理解してまして、でそのまあ、あの人の我慢のしどころは自民党の中だと思うんですよね。自民党の中でその埋めたくもない陳情とかそういうのを我慢して、だからでもあの人の場合結果的に自民党をこうまあ切り捨てるって言ったんですけど、だからまあですね、まあ簡単に言えばそのチャンスを待てってことなのかなと思うんですけどね。そのチャンスを田中修正さんが言われた内容っていうのは、私は別のところで聞いたんですけども、政治っていうのは大筋でしか動かない。だから全部を取ろうとしてもダメなの。自分が欲しい1点だけ取って他は全部譲るぐらいのことをしないと、この欲しい1点が取れないよっていうような話をされてましたね。そうですね、私も結構まあ、政治家とか官僚とかマスコミの人とか、まあ、知ってる人いるんですけど、まさに全員っていうかほとんどはやっぱり妥協って言いますかね、あとで寛容な対応をしないと物事が動かないって、ベストな選択っていうのは無理だと、まあ、ベターな選択が落としどころだっていうことはやっぱり、どなたもいないと、長野市から来た、池内と申します。池内、長野だろう、ちょっと伊達さんに興味があったのか長野市でたまたまこうちょっとお会いする機会があって、ブログを見てくれた、だからそう、なんだろうな、まあ一番この欺いちゃいけないっていうのは、その自分を応援して応援してくれる、まあ僕はその自分がどうでもいいやっていう、これを変えなきゃいけないってことに対して時に死んだふりをしておいて後でガッてやれよっていうことなのかなと、それは聞いたんですけど、僕は単純に今の政治がダメなのは全員がそういう姿勢で、これは国会、まあ全員がって言っちゃえばあれはおかしいかもしれないですけど、自分で
やりたいことは本当はこうだけど、でもそれじゃ当選できないから、当選目的で国会に当選して、まあ、国会に行って、でもずっとそのまま。まあ、目覚めないとね。そう、何も、それじゃ何も変わらない。国会議員もどこに目を向けてやってるのか。その目覚めっていうのがあったとするじゃないですか、有権者、まあ、市でもそうだし、夏市でも、まあ、選挙となると、選挙を選ぶ人がいるじゃないですか、国会議員が最終的ですよね、一番は選べないから、その時に、その人に投票する時の基準っていうのは、どこにあるんですか、僕はあの橋本さんに、ね、出席してるわけじゃないけど、ツイッターをガーって書いてて、それをずっと1時間ぐらい読んでいくと、あ、この人こう言ったのがここに書いてあったって見えるわけじゃない。そうするとこの人はこういうふうに考えてるから、ここはこの批判されてるこれはこの理由でやったって分かるから、そういうふうに理解するわけですね。だから他の人はブログが1回とか、それこそ何も書いてなくて、何しますって言うとどうするんですか。検証って何もなされないですよね。検証されて、検証しますけど、何が選んでるかが分からない。ただ方針だけ言うだけで、全然アチーブメントレポートは全然ないし、まあ、それはいいんだけど、それはないですよ、ね。なんでないのって。だって、次、企業の評価って結局アチーブメントじゃない。それで業績が認められて、この会社が評価される。全然それを評価するのがいいですよね。ナイツはあれは選挙か。テープカットじゃない。テープカットっていうのが形のあるんだよね。だけど、自分が掲げた選挙の、ないの選挙にかけたものに対してどれぐらいの達成率だったかというのは、本来はみんなに知らせるのが来ない。まあ、結局だから、難しいところで、やっぱそれをだから評価する制度がないし、まあ、それ本当にぐっとさっきの鈴木さんの話に戻るんですけど、制度はもうすでにそういういろんな意味で制度披露してて、例えばその、政治家の評価する制度とか、で行政の評価する制度とか、で制度はないという言い方で、ね、あるけど機能してない、行政とかとかね、そう機能してない、あの人事評価はあるけど、今言ったその、まあ、能力の評価というか達成度の評価とかそういうものはない、あの何もミスはしなかっただけっていう評価しかない、うん、でそこはやっぱり難しい部分で、それはやっぱり変えていかなきゃいけない、これは政治家の評価っていうのは一番は選挙なのかなと思ってるんですけど、でもおそらくその選挙はちゃんと評価してんのって、そうそう、選挙だから、そんな心配とかできてないなと自分で思う。だから今その選挙に行かない人たちが4割から5割いるわけでしょ。でもその人たちが今みんな羨ましいと思ってるのは、長野県にもなぜ橋本さんみたいな人がいないんだろうって思うんですよ。だからなぜかって言ったら、その就職活動でその井出さんがあそこの銅像になることをみんな今望んで井出さんに応援してるわけじゃないわけですよ。この人がずっと自分の信念を曲げずに、あの言い続けてくれるのが次の選挙でまた当選して自分たちが票を入れるその関心を持つ一つになるわけですよね。だからなん、言葉が変だけど、その妥協しちゃいけないんじゃないかなと思うんです、もうこれからは。だから、なんか今までの政治家の在り方と変わってきてるわけですよ、で 今の人たちはなんとなく橋本さんのやり方いけないんじゃないか、あの物事を、ね、あの劇場的に一つずつ言ったんじゃいけないんじゃないかって言うけど、でも、あの前の前の衆議院の時、ここの2回の議員の時にみんなを信じちゃったわけですよ、小泉さんと民主党を何かあれだけ物事はっきり言う人が出てくれば世の中本当に変わるかもしれないと思っちゃったわけですよね。でも世の中変わっちゃったわけですよ、本当にね、あのグタグタになっちゃったわけですよね、両方で。だから今これからもう一つ、その何て言うんだろう、井出さんが残りの 50%、40% のここで眠ってる人たちをどう起こすかっていうことは、きちんと物事をはっきり言わなきゃいけないっていうことなんですよ。だからさっき言ったオセロの一番のところの、なんかここだけ押さえとけば、あとは全部黒にしといてもいいやと、ここに僕が1個打てばここ全部後で変わるからさっていうわけわかんない話じゃなくて、やっぱり最初から勝ちに行って白黒はっきりつける政治家じゃないとやっぱダメだと思うんですよ。そうですね、その、まあ、さっき話してたしがらみのないとか、そういう政治家がちゃんとしがらみなしで勝つのはやっぱり一番メッセージしかないですよね。
それだから自分は本当にしがらみっていうとその変な話でしがらみはあるんですよ、うん、だけど政治家になった以上そのしがらみを乗り越えて自分でやっていかなきゃいけないと思う、うん、難しい、そこがすごい難しいところだと思うんですけど、で何回か何回か続くとやっぱりそのしがらみが出てきてやっぱり、うん、そうちょっと、うんうんそのあのなんかその、うん、なんかよく言ってることも分かんなくなってきたけどあのやっぱ変えちゃいけないと思うんですよ。誰その妥協していいとかそういうことじゃなくてその自分が4年間やってきた結果の審判をその選挙があることであってその4年間をそのどうやってきたかを今国民がきちんと見ると思うんですよ、投票する人たちは。だからテレビを見て、あ、井出はこういうこと言ってるよ、じゃあ次も出していかなきゃいけないっていう、ね、井出君が国会に出て発言、ああいう発言をして、今回ね、あの一を除けっていう発言をしてる、でそれを通らなかった、じゃあ次の選挙の時は、見ろ、こんなに入れてるが、こういうところにもこういうことにわけわかんないのかつかんで、俺がだから反対したんだっていうことを言えるような政治家になってもらわないと、次の4年目に投票には、次他の人に行っちゃうわけですよ、みんなね、あ、やっぱりっていう。だから次の4年の選挙をどう戦うかではなくて、4年間の結果が選挙になるっていう、そこの危機感がないからこうなっちゃう、全体に。だから、そのあ、今やってることちゃんとやんないと次が出ないじゃないですか。で選挙の時期になったらじゃあ考えて受かるためにそうそうそう、だから違うんですよ、目的が違うんです。そう総理大臣 誰じゃ勝てないとか、えでしょ、総理大臣誰じゃなきゃ勝てないとか、谷垣さんじゃダメだとか、野田じゃ勝てないかもしれないっていうことって、変な話じゃないけど、4年間何もやってきてないっていうことでしょ、その選挙区で。そうですね、だからそういう人たちがいたって、官僚を抑えることなんか何もできない、抑えることできない、マネジメントなんかできないことなんですよ、能力がないからそうなってるってことです。だからなんかあのやってくれよ、柱はあのなんか柱立ってくるね、御柱みたいにって言って、なんか官僚みたいなお願いに行って、なんか御柱やってもらって、ああほら、俺の名前書いてあるだろうっていう、あそういうことに落ちちゃうと、今あの選挙で当選するためにね、はい、あの2つのこうアプローチがあって、1つはその民意、体制はどこにあるのか、じゃあその体制に従ったことを主張していこうというやり方と、はい、もう1つはね、その井出さん自身が何をやりたいのか、要するに100人いて100人の人がみんな同じ考え方ってことはありえないです。そう、自分がやりたいことをバーンと出してね、でそれにあの賛成してくれる人だけいればいいんだと思う。そういう考え方でアプローチする2つ方法があると思うんですよ。もう体制に流れてね、できるだけこう大きなミーだミーだっつってそっちの方ばっかり言ってる、でそれをこう主張することによってなんとかその当選を勝ち取ろうというやり方と、いや俺はもうこの道を行くんだと、だからこれに同情する人はきちんと投票していただいて、そういうアプローチがあると思うんですけど、そのどっちを進めるか、田中修正さんとか聞いてるとね、その、まあ、修正さんが言ってたのはその、まあ、自分の経験でその当選してから有権者と約束したことをやるためにね、いろいろ妥協したんじゃないかなと思うんですけど、このただ今おっしゃったようにその全方位的なやり方でその当選したら受かったら何もできないですよ。まあそうもうね、受かったらもう手その辺でいろいろ縛られちゃってるようなもんだから、ただやっぱりそこはそのもう白黒はっきり言ってもうそれでついね、うん、まあちょっと原発推進だから行政は無理とかって言われたら、すみません、じゃあまたいつかあの世で会いましょうみたいなね、もうそういう選挙やっていかないとっていうのが、それは感じてますけどね。あのね、今の話で一番肝になるのは、最近、まあ、いろんなところで若い人も、老若男女でよく耳にするんだけど、その、まあ、学校の教育がそうだったのかもしれないけど、はい、とにかく敵は作るなと。敵は作る、うん、敵は作らずに、うん、うまくやれ、でそれは、まあ、学校でいじめられないためだったり、あのその例えば、ね、会社でパワハラに遭わないためだったり、取引先から嫌われないためだったり、で多分それは今 の価値観の中で非常に強いと僕は思う。でそれは政治家でも多いし、社会的に、そう社会的に、でも
あの昔の政治家って僕らは猛獣系って言ってますけど、敵を作ってるじゃないですか、もう最初に仮想敵を作って、その今の石原さんもそうですけど、仮想敵に対して自分がどう戦えるかということをアピールして、敵はできるけど味方を作るんですよね。それが、ね、僕は政治家の大事で、今鈴木さんが言ったみたいに多分貫いていくと敵ができるんですよ、いろんな意味で、炎上もするし、ね、そう最近よく話してますけど、ブログの炎上するのはどうすれば避けられますかって言うと、避けるためって言ったら敵を作らないことしかないから何も言わないことなんですよ、うん、でもそれは今言った何にも発信しないことと同じ、死んでることと一緒だ、むしろ逆で、僕この前お笑いの山ちゃんが、あのブログの炎上は1ヶ月に1回ありますって言ってたのがすごく面白くて、でそれは自分に対する、まあ、応援と評価だって言ってたんだけど、僕その通りだと思う、あだ興味のないやつは炎上しないんですよ、ですね、反対もまた賛成 の、 そうあの一行事なんです、ね、だから今の鈴木さんの話にも通じるんだけど、その敵を作らないでとりあえず当選して、うん、力ができたら、その力を行使してやりたいことをやるっていう室戸大捜査戦の中でも言われてたような、うん、旧式はやめて、うん、今はもう、ツイッターもそうだけど、うん、言いたいことを言って炎上したって、みんな炎上してんだから、うん、何も炎上してることに、引け目を感じず、炎上してるのは自分が本音で言ってるからだっていうふうに自分の中でプライドを持てば、それを突き通せば4年後もずっと一貫して、だってさっきの小泉さんと民主党の話もあったけど、小泉さんにみんながどっか惹かれてしまったのはむちゃくちゃだったからですよね、あの根回しもしないでむちゃくちゃなこと言って、むちゃくちゃなこと言って仮想敵を作って、まあ、さっき言った猛獣系だったから九州派とかって名前つけてそこと対峙するんだって、でそれは多少演出があったにしても、でもどこかで僕らの中ですごく分かりやすかった、だから味方か敵かしかないっていうのはすごく分かりやすくて、敵がいないけど味方もいない不思議な人間関係にならないでいくわけじゃないですか、で今の政治家も多分敵がいないけど本当の意味の味方がいなくて支援者はいるけどっていう、そういうあのさっき言ってたように、やつが言うんだったら俺は 100% 応援するよ、っていうのを味方だと思うんです。親は、親がそうだよ、親が子供の味方をするときに、全くそれと同じ気持ちになるためには、そこが大事です。僕はなんかね、それを今日の議論の中で一番感じた気がします。だからさっきの一文入ってる、だこの一文入れたことは誰かが間違ってますって言おうと思ったけど、そんなこと言ったら敵ができるかもしれないから、やめた私が言ったってどうせ変わんないし、言ってそれでなんかなってもなったからやめときますっていう、それはやっぱやめて、でそれは官僚だけじゃなくて、国会議員の気持ちで、このみんながあの復興し後押ししてる時になんか後ろの方に金を変なのが入ってるって思ったけど、これで、国会紛糾してね、でもう一回法案作り直すとか言って会期延長とかになったら、まあ多分僕はニュースで黒叩きだなと思うやるどこみたいになっちゃう、まあとりあえず事務局長もあればその中からちょっと使ったっていいよねって、丸く収まるんだったらちょっと使ってもいいよねっていうような気持ちがどっかにみんな働いて、どこか思います、1億円のお給料が高いか安いかっていう話なんだけど、1億円のお給料をこれは批判、誰に批判されても俺は自分のことを言うんだっていうことの言うために払うんだったら、それはすごい安い条件だと思うんです。だけど前やみんなとね、みんなも手挙げてるからっていうあれだったら、それはすごい高いんです。いらないんですよ。だからその1億円の歳費をもらう安い高いは、やっぱり自分の信じたところを殺されてもいいから行くんだっていうのと、次の選挙に起こっちゃうかもしれないっていうところで、次は浪人するかもしれないんだったら、その1億は1年間1億はそんなに高いもんじゃないと思います。野球選手でしょ。だからそのそこらあたりの覚悟が今の政治家からみんななくなってきてるから、選挙も誰が頼みになっちゃってるんじゃないですか。また小泉さん人見て出てきてくれないかな、谷垣さんじゃ勝てないよな、小田さんじゃ勝てないよなっていうね、わけわかんない、で見ててこっちから見てて、あじゃあなんか入れようとしたらそこ入れちゃうわけでしょ。ああそうですか。で今こう本質論っていうかね、その部分をすごく話してたんだけど、例えばその実際に選挙があるじゃないですか、
で当然そう当然しなきゃいけませんよね、はい、だけどそこの部分でやっぱ思うのはね、さっきそれこそ主婦層と云々みたいなところも出たけど、主婦もそうかもしれないですけど、若い主婦なんかもそうだろうし、その二十歳以上の有権者いるわけですけど、政治無関心なのかなって、無関心っていうよりもそれよりも前にもう諦めちゃってるんですよ、もう全然もう全然希望がないというか、もう夢も希望もないみたいな、そんな感じになってる。僕の感覚ですね。いや、まあ、そう、や、でもやっぱり多いですよ、そういうことは実際に。でもそうだな、そこでね、大阪とか東京で、ね、投票率はね、40% とかで、ね、50%とかあるんです。でも、こっちはね、70-60って結構ザラなんですよ、アベレージなんですけど、うん、政治そのものに対して心配とか関心はあると思うんですけど、ただね、そこの部分で考えるべきだと思うのは、じゃあ、逆に言うと、田舎っていうのは、例えば親だとか、じいさん、おばあさんとか、親戚だとか、結構いるんで。でそうするとね、そこの中でそこの組織票みたいな色の部分がかなりあるし、かなりだから何となく自身がこう思ってるからここに入れるっていうんじゃなくて、ここ入れなさいって言われたからそこに入れる。だから田舎はそっちの方が強いと思ったと思うんですよ。だけどそこの部分で僕が言いたかったことは、そのことは置いといて、そういう問題じゃなくて、怒ってるよってこと。若い子だとみんな怒ってるんですよ。だけど、だから怒ってるからこそ、え、俺は怒ってんだっていうような政治家が出てきたら、俺こっちに入れるって思う子は絶対いると思う。うち帰ってお前あの人入れたか、うん、入れたよって、全然違う名前でってやるで、そういう子はいると思う。ただそれは親に、おじいちゃんにばあちゃんにね、あんた選挙に行くなら入れてきなさいって、入れてきたってしょうがねえけどって思いながらね、行った時に誰入れても一緒だっていう風な思いしかなかったら、こいつに入れろっていう人に入れちゃいますよ。だから逆にそういうところで言ったら、本当さっき先生に言ってた通り、信念バーッと伝えられた中で、そのね、そんなことやってたら受かんねえぞっていうような人もいるかもしれないけど、でもおかしいじゃないかっていうようなガッてのが出てくると、いや、腹立ってたのこの人、もしかしたらちゃんと自分の握り返った腹をね、腹立ってるのをちょっとは何か変えてくれるんじゃないかと思ったら、生変えてくる、僕はそう思いますよ。それはすごいあると思う、うん、だってずっとなんかバブルでね、普通に生きてればよかった時期から、自分から決定して貧困に入ってる人たちがたくさん入っていて、結局自分で決めないと何もできない状態になってきてるじゃないですか。と、ね、いうことは、この人たちは政治にも関心があるし、関心がないと言ってるだけで、それなりのネット上ではまあ書いてる人もたくさんいるし、ということは、その得意な人が出るというよりも、その共感する人たちが出てくれば、この人たちに向かってくるというのは、その通り言えるんですよ。うん、今そのなんか、出たい人たちの選挙になってるから、行かないんですよ。その出てる人たちに興味がないから、ね、だからその変な話じゃないけど、 AKB だからあれだけみんながあるけどそうじゃなくて、どこの老人ホームの人たちが出てたらやってたら、多分あんなにレコード買って票は入れないと思うんですよね。ちょっと年と若いのはそれ全然関係ないですけど、だからそのなんだろう、井出さんのさっきのみんなの党の話も出てるけど、井出さんの自分が思ってる日本を作ってくれるのは、今はみんなの党かもしれないけど、でも変われば俺たちは自民党でも民主党でもいいんだくらいな考え方を持ってないと、うん、ああでもそれは僕はすごい大事なことだと思う。みんなの党っていうのは、もともと政界再編を目標としますって言ってるんですよ。そうですね。で、僕は32歳から政治活動に関わりだしたんで多分僕が、まあ、いつ次に受かるかもしれないけど、また次の次の次の3回ぐらい落選するかもしれないですけど、その僕が政治に関わって挑戦してたよりも、僕はみんなの党の方が早くなんかシュワーってなっちゃうような気がしてたんですけど、ね、そこでだからこれ今の話で今日来たのはそれで聞きたいんですけど、みんなの党って本当はなくなる前提であったわけじゃないですか。まあ、正解です。最近だから正解じゃない、なくなるっていうのはちょっと語弊があるんですけど、みんなの党が核になって残っていくっていうのはもちろんなくなってもいいっていう、ね、感じで僕たちは受けてると思うんですよ、前から言うとね、うん、なんだけど今回維新の人と話してみんなの党に取り込む方向でっていうニュースが出てましたよね、うん、これあれ本当かどうか分かんないけど、うんうん、
回答するつもりがそこでどうしてなかったんだろうと非常に不思議に思って、元々世界大変って言ってるのつもりだったんだから、自身がその話を持ってきて、みんなが回答してでもやる気があるんだったら一緒にやりましょうって言ったはずなのに、なんで回答しないで私はみんなのところの代表ですってやったのか、本当にあの渡辺さんの今までの経歴からするとわからないですね。そこどうなんだろうっていう、これはちょっと聞いてみて。お山の大将になりたいのか、うん、あの日本を変えたいのかっていう、今どうなってるんですかね。そのもう勝利を捨てて大道について日本を変えろってことですよね。そうじゃないにしても、もともと趣旨がそうだったのに、なんで今になったらそれがこの多分ね相当のチャンスだと思うので、だからその維新につかなくてもいいと思うんですよ。そこで回答されることで自民といたりなんね、ここで勝負するぞってそれでしてもいいと思うんですよ、うんうん、それをわざわざそこでやめて離党する人を出してっていうようなレベルのなんか波の政党をやって、どうしてそうしたんだろうって非常に不思議なんですね。渡辺さんの今までの経歴ですかね、発言から聞いたり、維新の会から断られたんじゃないですか。いや、あの理由がそういうことだって報道されてるから、ちょっと僕も発表、ほぼいろんな報道あといろんな人に聞いてると、どうもちょっと話がなんだろう、これだっていうところにね、断ったのか断れたのかっていうところに、まあそこちょっとなかなかまだ解決がついてないんですけど、ただ僕はなんかどっちかっていうと、みんなのと毅然としろよって今まで言われてきたことが多かったんで、その国を変えるために回答していけって言われたのはちょっと初めてだったんで、これって思って、私は言ってないけど、でももともとそうだったのに、あ、まあ、変わったんだなと思って、毅然としろっていうのは、そのみんなの党 の立ち位置をはっきりさせろっていうことよりも、その政界でこれから世の中変えてこうんだと思ってるんだったら、毅然として映っちゃったっていいじゃないっていう、そうそうそう、どうですかね、そう僕はね、あとじゃあ5分にしてください、はい、まあ、小さい党でやってるせいもあるんですけど、なんだろう、結局まあ、投票される方はすごい党って今ねすごい大事だと思うんですけど、僕党はなんか所属してる、まあこういう言い方がいいのか分かりません、所属してる組織に過ぎないと思ってるんで、その例えばその最初言った教育をやっていきたい、時間かかるでも今からやっていかなきゃいけないとかってなった時に、本当にねっちもさっちもどこの方に行ってもねっちもさっちも行かないんだったら、自分で今みんなのところで何か同じ世代の人とか何人かいるから、そういうことをまあ選挙に受かる仲間作りも大切なんですけど、向こうに行ったら向こうに行ったで、その自分たちの志を近い人を集めて仲間を作っていくとか、まあ今あんまり浸透ブームだから僕は別に浸透作りたいとかそんなこと今露骨には思わないんですけど、その結局僕でもマスコミにいたっていうこともあって、その批判するのにちょっと首をかしげるところもあったんですね。だからやっぱりその自分の、まあ、教育とかそのやりたいことをできる環境を作りたいなと思ってはいるんですよ。その確かに権力を監視していくのも国会議員の大事な役目なんですけど、もちろん自分の政策を実現したい、それがみんなの党であって心もつらいのではなく、自分自身でなんかそれなりの勢力を作りたいという気持ちはすごい自分で持ってますね。だから、まあ、若いうちから挑戦してるっていうのもあるんですけど、その場合にね、あの、まあ、ものすごい格論でしょうけども、あの先ほどその皆さんの主テーマは教育という、あの多分こうみんなにこうきちんと自分の考え方を理解してもらうためには、その教育に対して今どういう問題意識なのか、何が問題なのか、それをどうに変えてきたのか、それをどうに、そのゴールをどこに置いて、それを達成するためにどうするのかというところをね、こうやっぱり自分なりにきちんとこう整理してね、はい、それをこう訴えていかないと、そう教育を良くします、今の教育問題ですって言ったって、そんなことみんな、誰もみんな言ってることだから、より具体的な形で、それをどういうふうに変えたいんだということと、だからそこを変えるためにどうしていきたいんだっていうところをね、きちんと訴えていく、まあ、そのために自分の、ね、頭、考え方整理とかするというのがあるんですね。まあ今日は初めてお会いしたんでね、その辺全然、あもう多分あるんだと思いますけど、それは非常に重要なことだと思います。もちろんそれは分かってます。それは分かって、
でもそれでもその教育っていうのは自分の人さんが持っていくと言ってもいいんですけど、すいません、お時間がいっぱいになってしまいました。まとめようがないですまあでも今日の話のまとめは井出さんがきっと自分のブログで書くでしょそう、最後にいろいろ宿題が出てますから、いやそうしないとこのやった意味はない。そうです、ここもいろいろな貴重なご意見を書きたいから必ずまたあのブログではすぐ書くようにしますし、できればまたこういった話を、ね、ツイッターになるかツイッターも やってはいるんですけどね、ちょっとあの字数が少ないとか、いろいろちょっと今課題を抱えて、ちょっと今ウェイトをね下げちゃってるんですよね。あの Facebook とかブログはやってますね。まあ一番はあの Facebook は日々やってるので、なんか知らない話題とかもあるんですけど、まあブログを一番、まあ、軸にしてやっていこうと思う。でもぜひまた機会があれば生でやりたいです、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。